第17回ポケナオビアン杯決勝戦、左側チームインフィニティ、前回前々回の王者です。そして右側チームがチームニンジン、はい、チームニンジンでございます。今回ですね、ニンジン一度配信卓となりました。配信卓ではなんと天聖 LBG を破り、その後吉本ゲーミングも破ってきました。今最も、勢いのあるチームといっても過言ではありません。このセリフ2回目やけど過言ではありません。さあ、そしてダークライがどうなるかというのが非常に、重要な、試合となっておりますけれども、先ほどはダークライはピックすらされませんでした。面白い環境です。さあ、インフィニティはウーラオスとダークライをバンして、ニンジンはコダックとバシャーもバン。ファーストピックハピナスです。ハピナスの評価が非常に高いインフィニティ。やはりアーリーはアタッカーで作るから、サポートはもう集団戦を作ってくれと、そういった狙いが見えますね。そしてブラッキーと、おお、人参はブラッキー、ハピナスに対してはブラッキーの評価が非常に高いということと、そして今中央で評価が高くなってくるミミッキュ。ここまでは安定ピックと見えますが、インフィニティとしてはヤドランが空いてるのでどうするかというところですよね。さあ、ヤドラン迷わずピックしました。上レーンでガブリアスを採用します。さあ、こうなると人参ガブリアスに対しては割と2レンジが強いので、上でミュウツーワイなんかも出てくる可能性がありますよ。さらに2レンジにされてしまうと、ヤドランの採用というのはね、ちょっと厳しくなりますので、人参もし2レンジ採用するなら最後のピックで見せるというパターンがあります。さあ、最後のピック2レンジになる可能性を残した上でのインフィニティ4個ピックする必要があります。これ上ガブハピ選んで相手2レンジだったらかなりきついですからね。それに対しての回答も持っていかないといけません。さあ、2レンジに対してはインテリオンでレンジ勝ちもできます。そしてソーブレーズでバックラインに入りますよという圧力をかけて、これでグレイシアの取り上げも何もその怖くないですね。さあ、ドラフトピック完璧なインフィニティ、最後ニンジンどう攻める、ガブリアスを潰すかリーフィアをいなすか、インフィニティ、インテリオンを狙うか、ここのピック難しいです。ミュウツーバイもいるぞ。さあ、それでも2レンジで攻めるか、あくまでもガブリアスを止める、ガブリアスと序盤を止めに来るか、インテリオンではなく止めに来た、ガブリアスを止めに来たぞ。さあ、お互いドラフトの狙いが明確でございました。ガブリアスとヤドランを取っているので2レンジに弱くなってしまう。それを知ってるインフィニティは2レンジに強いインテリオンと、リーヒアをピックしました。ニンジンは、安定なブラッキーミミッキを揃えてから、グレイシャーを取り上げた、カビキラ選手のグレイシャーを取り上げて、最後に2レンジか、ファイターかの択を残して、ガブリアスを止めるか、それか、インテリオンを潰すかという選択肢がある状態で、最後のピックを、ニンフィアにすることによってガブリアスを潰しやすくしたというわけでございます。ありがとうございました、大家さん。はい、なるほど、これはいいドラフトですね。大家さん、これどちらが有利とかってあるんですか？いや、ないですないです。これに関してはもちろん序盤が作りにくい、インフィニティとしてはもうリーフしか序盤作れないので、これガブリアスから作れないんですよ。だから上から作るっていうのが非常に難しくなりましたね。だからリーフィアのアーリーガンク、もしくはフルクリアの、ガンクが、まずアクションのポイントです。そこにアクションがないのであれば、ロームの速さとレベリングの速さを生かして、8分後のレベル8リーフユナイト湧いた時に、ワンアクションが起きるっていうところになりますね。逆に人参としては最初のリーフとその8分後のレベル8ユナイトさえいなせば、ずっと主導権を握れるのではないのかというところが、今回の注目ポイントかと思います。さあ、見ていきましょう。左側チーム王者インフィニティ、右側チーム、人参となっております。よろしくお願いします。インフィニティチームの構成、ヤドラン、ハピナス、ガブリアス、インテリオン、リーフィア。人参の構成は、ミミッキュ、私らが、そしてグレイシア、ミミッキュ、私らが、EV どれがどれ、はい、可愛いですね。一応マークでね、見分けがつくんです。おお、取っていった、これブラッキーで取ったのでっかいぞ。これは非常に大きいですね。ブラッキー積みアイテムちょっと持ってたか忘れましたけど、これはでかい。これは人参最初、これでっかいですね。さあ、リーフィアがアーリーに行きますが、どうだ、グレイシア取れてる。さあ、インフィニティのペースを崩したか。そして上レーン、あ、ただこれ上レーンミミッキュなのでガブリアスが別に止まらないんですね。
ガブリアスに対して霊園でレンジを当てるかと思ったんですが、グレもニーフも中央と下なのでガブリアスに対してのレンジではなかったようです。さあ狙っていく、いやー下から作っていくのが人参、さらにブラッキーが、いやかなりこれ溜まりますよ。さあリーフィアはここで圧力出せるかというところですが、いやーここミミッキュだとそうですね止まらないですよね。これだといいダメージを与えますが、さあ上でインフィニティが作れました。これインフィニティとしては非常にラッキーですよね。さあブッシュから入っていくのがこのリー、いや強すぎる、クリティカルで1000出てるけど、さあいやーおべさんどうですかここまで。そうですね、人参の構成的にガブリアスを潰してリーフを失速させるような、ドラフトに見えたんですよね。ただ確実に下を押すというような目的だったのでガブリアスが止まらなかったです。メレーにガブリアスってメレーキラーなのでメレーに対して、レンジを置くっていうのが、一つあるのかなと思ったんですが、メレーに対して置いたのがミミッキュなのでこれミミが相当きついんですよね。で今からその先ほど言ったアクションタイミングですね、8分後のリーフィアがレベル8タイミング、これ720の前に1回当たってどっかのレーンを勝たせることができるんです。これリーフが育つムーブだったらいらない、いないとはあんまりいらないんですけど、これでどこかのレーンを勝たせるっていうムーブができるんですよね。これがどうなるか。さあ上レーンではガブリアスがミミクを KO している。さあ前に入っていってユナイト技使って下レーンを勝たせにいった。さあここでどう影響出るか、ここまでですかね。さあ上レーンでガブリアスを勝たせている、そして下レーンでリーフィアで回収が入りました。これはインフィニティペースです。さあ人参という人参側がどうすればいいのかというのがちょっと難しいですね。これミミッキュが上レーン採用はただですらね育ちづらいですから。さあガブリアスがやってきた、タッチから寄せて裏にはガブリアスがいる、前にグレイシアが来たところガブリアスが狙っていく。さあまだ脱出ボタンは残っている、スタックを貯めます、スタックを貯めて取り切りもある。インテレオの狙い撃ち、これは下5枚を集めて下から作っていくような動き。いやガブリアスでこれ上に残らないっていう選択肢素晴らしいですよね。確実に下から作っていく2レンジなんでね、ここインフィニティの戦い方素晴らしいですね。おそらく1レンジだったらニンフィアだけとかだったら上押しでもいいんですけど、今回人参が2レンジじゃないですか、なので上よりも下の方が大切ということがあったということですか。さあどうだ、レジェリクの CC がちょっと痛いか、どうだ、ユナイト技を使ってミミキにダメージを与えていく、避けて避けて避けて当てる、避けて当てるのがこのガブリアス。さあ人参少しペースをつかまれてはいますが、グレイシア凍える風を選択しています。グレイシアが育てばかなり話が変わってきますよ。グレイシアのレベルがまずは10レベルを目指したいところ。ただおっとミミクがハピナスを倒していますね。少しハピナス前に出て視界を取っているところでした。ただそのおかげで下ではリーフィアが暴れていてレベルがいいあのねリーフィアのレベルがやばいですねこれね。さあここから人参視界をどん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 広げていかないといけません。ガブリアスは上で守護神をしています。さあ550のタイミングも終わって蜂がまだ1匹残ってるぞ。さあここからは視界ゲームですね。先に視界を出した方が負け、負けというかまあその出すキャラによっては負けになりますね。特に中央や上レーン、火力枠というのが視界出しすぎは注意というと、いうような、状況となってきます。ガブリアスやリーフィアが視界取られてないというのは非常にでかいですからね。さあサポタンメイジで前の視界を取って後で火力で合わせる。さあこの動きが徹底できているのはインフィニティです。さあ2レンジ下のレーンがない、さあ下のタワーがない2レンジかなり厳しいか。グレイシアスタックを貯めることができません。視界が取れたのでガブリアスが寄ってくる、まだ1はバレていない。下レーンの5対5インテリオンが一発当てました。熱湯で前を張ってリーフィアがいいポジション、ミミッキュが入ってきますがどうだ、ダッシュボタンで避けて、さあお互いかなりミスを待つような動き。さあ無理やりブラッキーが入ってきた、どうだ、ハピナスに対して入りますがここはカウンター、リーヒアが狙っている、リーヒアが狙っている、ガムも狙っている、どうだ、ヤドユナ掴んだ、狙っていくのはもちろんグレイシア、ただそこに私らかのユナイトが間に合った、スーパー私らかだ、スーパー私らか、ただそこにガブリアスが入ってくる、ど
いや脱出ボタンのネットが逃げ切ったが、しかし 1-2 交換です。このままインフィニティオブジェクトタッチを始めます。なんとか私らが逃げ切った、そしてブラッキーも逃げ切って点数を入れることはできましたが、さあインフィニティ非常に丁寧な集団戦でした。とにかくとにかく相手に当たらせる、これが徹底できてますね。やはり攻める方が不利というところかなり徹底してます。さあただグレイシャのレベルがかなり高くなりましたので、ワンピックできれば人参まだまだチャンスがありますよ。さあハピナスが狙われている。このブラッキーに合わせるのはミミック。駆け打ちが当たるか、駆け打ち入った、どうだ、ワンアクションじゃれつくついてハピナス落とした。さあ人参攻めたいタイミング、攻めたいタイミング、ただミミッキーのところにカバーはない。ドラゴンクローはユナイトでカバーしますが、さらにそのカバーに秋選手ユナイトバトカバーしていきました。どうだブラッキー止めている間に下に入るか、なんとか入った。ニンフィアユナイトはありません。さあ私ら側点数がありません。グレイシャ、いやこれ14レベルなれば話変わってきますね。さあ大家さん、ここから人参としてはどういったテンポを握るのがいいでしょうか。そうですね、これもうエンゲージキャラが人参側ブラッキーしかいないので、こういう展開のブラッキーってなかなか厳しいんですよね。なのでエンゲージというよりはこのココカゼグレイシアのハラスをどれだけ活かせるかっていうところは重要になってくるんですが、すごいポジションにいるこのグレイシアに対してガブリアスが、リーフィアがなぜそのポジションで戦える。ただ後ろでミミキが暴れているぞ。これではラッシュはできないが、まずはブッシュチェックから。いやグレイシアの青バフを奪っただけでも価値があります。ただラインが上がっている。さあ前あたりができる、インテリオンがいないから人参がラインを上げていく。ただこのヤドランのラインが硬すぎる。タッチスタート人参、ラストヒットあまりありません。タッチスタートポジション有利、人参はポジションを取り返しました。さあブラッキーがリーフィアを見つけた。バークアウトで、おっと中に入っていった。これダメージ取れて大丈夫か。ガブリアスが入った、ここは当たってない、うまく避けた、うまく避けた。さあここ風で、いやーラッシュもある、ラッシュもある。どうだどうだ、ファイトにするのか。いや一旦これはファイトになりそうだ。影をつけてグレイシアがどこまでバリを出せるか。かなり痛い、かなりダメージが出る。グレイシア、かなりダメージが出てる。グレイシア、どうだ、いやースタックが足りない。グレイシアが14で、さあミミキのじゃれつくの音が聞こえた。入っていく、リーフィアが中に入っていって、さあ広く広く戦っている。ミミッキも危ない。ただリーフィアに対してミミッキがつけばグレイシアが割とフリーではある。さあグレイシアのハラスをどんどんしたい。1分間お互いミスを待っている。まだユナイトは何も落ちていないぞ。ミミッキが入ってネットを食らう。残り1分、どうだ、ハラスが入るか。かなりタッチしている、かなりタッチしている。ここ風も相手には打たない。どうだ、もうこれ取り切りを見ているか。さあ前に入っていった。そしてガブリアスが判定、ユナイトだ。ハピガブリアスに対しては私らが対応している。さあ取り組みも含めた集団戦になってる。ガブリアス、これもグレイシア避けた、避けた、避けているが狙っているのはレックザ。もうファイトは勝てないと判断して、次のここ風で取るしかない、取るしかない。取っていったのはリーフィア。どこにいた、どこにいたリーフィア。グレイシアフリーでガブリアスをさばき切ったはずなんですが、いやー人参めちゃめちゃうまかった。ファイトさせるふりをしてずっとレックウザを削っていたので、ブラッキーがエンゲージした瞬間インフィニティはファイトをする判断になったんですね。ファイトでリソースを落としている間にそのリソースのない少しの有利を生かしてレックウザを取るというような素晴らしいマクロだったんですけれども、なぜそこにリーフィアが。さあオベアハイ決勝戦 BO3379 点対113点、まずは1本勝利していきましたインフィニティ。さあ夢の3連覇まであと1勝です。止めれるか人参。おめでとうございます。ちょっとバトルデータなんかもね見ていきましょう。わあ、ハピナスの回復量が11万ですか。どうです
ですかね、ハピナス最近その結局レスキューフードがバフされてからレスキューフードが出るのかなとか思ってたんですが、意外と出てないですかね。まだまだそこの検証はこれからというところでしょうか。さあでは新しいロビーを作ってきます。試合行く前にまずここだよね。まずここでガブリアスがグレイシャーを待っててパッシブを落として青バフ消してんのがでかいですよね。そしてレベル上がって、これ相当リスクですけどね、すごいですよね。で最初1分睨み合いして、これ人参のマクロマジ偉かったんですよね。人参がこれファイト継続するとね、そのなんだろう、1回で終わらせるファイトができないので、ニンフグレイシャーなので、なので割となんだろう、取り切りも含めてファイト中に取り切るっていうような、すごく高度な戦い方が必要なんですね。これ多分落としきるのが多分 2,3 体は落とせても拒否されたら多分落としに行く時間がないので、なんでレックウザを起動しながら全部スキルを避けて全て同時進行でやらないといけないなんですけど、ただニンフもミミッキも取り切りがないんですよね。でここでハピユナガブユナに対して白髪の完璧なユナイトで避けて、でブラッキー抱えちゃったんですけれども、こうですね、このガブリアスも避けてグレイシャーめっちゃ頑張ってて、ここでここ風のラインが入りました。あと1回のライン、ここ風のラインだってタイミングなんですけど、なんとリーフィアがここ風ラインよりも早く入った。ここでね、ラストヒットがグレしかいないのを把握して、グレのここ風のクールを知ってるからこそのこのタイミングの入りだよね。はい、行きましょう、レッツゴー。ちょっとコーヒーいいですか。はい、準備整いました。第17回ポケーナオブヤン杯決勝戦です。ウーラオスバンしていくのはインフィニティ、そして人参が高校を選択していますので、さあこちらはどうでしょうか。やはりコダックダークライをバンするんでしょうか。リーフィアどうするんだ。おっと、ダークライがバンされました。リーフィアのバン枠は空いています。人参ガードしてはかなりリーフィアに苦しめられたような気がしますが、ここはハピナスですか。なるほど、リーフィアではなくハピナスがきついと。となるとインフィニティ、リーフィアがオープンですが、ブラッキーも空いています。ハピナスがいない状態のブラッキーどう見ますか。いやー、ここはブラッキー、インフィニティ、あくまでもリーフィアは代わりがいると、リーフィアは俺たち上手いけど別にリーフィアだけじゃないぞというそういった強気の姿勢が見えます。ただこれでヤドランを取り上げられてしまいました。あ、人参、これサポタンを潰しに来ましたね。インフィニティはアタッカーで序盤を支えて集団戦はサポートタンクが支えるみたいな、構図のドラフトが多かったんですが、ハピナスとヤドランというサポート最強の集団戦キャラを封じました。これでインフィニティとしては睨み合いだったりとかちょっとやりづらくなりますよね。これは面白いです。さらにピカチュウはリーフィア対策の可能性があります。早めのピカチュウピック、学習にもフレックスができます。本王馬車をこれまた変えてきましたね。本王馬車もですか。オブジェクトも強いし、アーリーゲームが非常に得意となっております。さあそれに対してニンジン、あー、ゾロキュア、ヤドラン取り上げからのゾロキュアが出てきました。さあゾロキュアに対しての回答、インフィニティ持っているでしょうか。ミミッキは空いておりますがヤドランはいません。リーフィアも空いている。ミュウツー Y もいますが、とインテリオンはだいぶきつそうにも見えますが、アマージョを解禁していく。インテレオンはだいぶきつそうに見えますが、多分フィジカルでいけるやろというそういった考えでしょうか。そして解禁しますはアマージョです。さあそこに最後は、いや、これまたインテレオンに対して相当強いですよ、ラプラスをピックしました。このラプラスピックいいですね。お皆さん何がいいんですか。はい、今回ラプラスっていうのはですね、前々回のアップデートでフリージングラッシュで強化されたポケモンなんですけども、耐久力がかなり増しました。なので、DPS のない構成に対しては、常にダメージトレードが勝てる可能性のあるポケモンとして採用できるんですね。で今回インフィニティが採用している、明治の DPS 枠のポケモンが、ポークキャラなので、インテリオンさえ潰してしまえばラプラスを落とせるポケモンがあまりいないと、なのでこれ水の波動の可能性ありますね。
水の波動バブルみたいな、非常に耐久特化にして、前を張って視界を張ってリソースを落としていく。そのリソースや前張り視界の有無で、バックラインが当たりやすいか当たりづらいかというところが、こう戦略的にね、選択できるようになるっていうのが、ラプラスの強みだと思います。さあ人参攻めてきました。ゾロキはラプラスです。おもろい。人参ここ一本止める必要があります。落としてしまってはもう優勝することはできません。インフィニティは勢いがありますので、ここで二立てしておきたい。優勝できるかどうか。インフィニティレディーゴー。さあインフィニティよ、ホウオウ、イーブイ、インテリオン、アマージョ、アチャーモ、そして人参はキュアワ、ゾロワーク、ラプラス、火力ラプラスです。ピカシュウ、そしてヤドランでございます。さあウェリエンのやはりアマージョはなかなか厳しいよというところがありますが、おっとアマに対してラプラス1であれば、ラプラスはラストヒットそんな強くないですからね、これを全部取られてしまうのではないでしょうか。いやこれは痛い。人参ウェリエン、いやウェリエンアマージョブラッキーというそこまで強くないレーンにもかかわらず、これ全部取られてしまう。いやラプラスなんとか1個取れた。ただガンクが早いがこれで回収できる。何でもなしを使った。ゾロワークが回収して、いやラプラスの強いところも弱いところも出ましたね。まずは1で残れるんですがラストヒットはありません。なので取られてしまうというところは弱いところ。その代わり時間をかけて視界をつく、取ることができますので、ゾロワークのガンクを早めて刺すことができた。人参自分たちのメリットデメリットをしっかりと分かっている。最初のデメリットは許容でした。そして滅びですね。水の波動ではないということはもうダメージを出しにいってるということです。特にインフィニティ相手には序盤から上を作った方がいいというような動きでしょうか。さあその間下ではちょっとバシャーモが育っている。さあもはやリーフィアだろうがウーラオスだろうがバシャーモだろうが関係ありません。フィジカルで育つことができます。さあただゾロワークがさあレベル7だぞ。ここで中央を倒すことができれば非常にでかい。さあヤドランもレベルが上がってきました。8分前、まだこれゾロワーク相当刺さってますね。さあヤドランギリギリ4レベルにはならない。さあここの中央ファイトどうする。騙し打ちを全部打って保護にダメージを与えていく。さあここゾロワーク先手でかなりレベルが上がっているぞ。ゾロワークレベル9にして、いやこれは人参先手取れますよ。さあ効率よくファームしていく。さあゾロワークへどっちに来るのか予想できない。インフィニティ視界の取り方が重要です。さあどっちに来るのかゾロワーク、下に来ている、まだ気づいてない。見えた。さあ見えた瞬間はおっと、ただここは魂打ちは当たっていません。狙っていくのはインテリオン。さあすかさず上レーンで狙いを変えました。黒い眼差しからのアマージョバシャーも下レーンで勝てないと見てすぐさま上レーンに切り替えた。ただこれ先手を取ってるのは間違いなく人参です。さあゾロキュアが参るぞ。インテリオンは少し厳しいか。上下交換です。上レーンはインフィニティ。さあここ一時的な有利は、人参側にあります。レジロック取った瞬間は人参側が有利です。ただレジエレキが流れている間、その間だけはインフィニティが有利です。ここでインフィニティどんな有利を取るのか、もしくはどんな有利を取られないように動くのかというのが重要です。さあこのレジエレキが残り体力5割、先手を仕掛けていくのはゾロワーク。黒い眼差しを食らってしまった。ユナイト技すかしたゾロワーク。アマートのユナイト技は 90%。 この間に仕掛けるか、それとも、いや寄りが早いのはインフィニティ。ラプラスから落としていくことに成功することに成功。おお、ただピカチュウはユナイト技を持っている。さあピカチュウの技はこれは10万雷ですね。かなり刺さってますね。ただインテリオンが当てる当てる当てる。10万ボルトを使ってバシャーも狙っていくか。さあここにゾロワークがやってき、おっと、なんだ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 、ピカチュウのいい入りからゾロワークが寄ってきてインフィニティたちをどんどん
倒していくというような展開に見えたんですが、ゾロワークが一瞬でやられてしまっていた。アマージョのユナイトは違うので、多分バシャーもでしょうか。これはかなり大きいですね。さあインフィニティ187点対161点、点差を取り返しましたが、レベル差は、いや、バシャーモが高いです。このバシャーモがどこまでここから活躍できるかですよね。そしてこの人参は、ゾロワークでどこまで、圧力出すことができるか。さあ上に集まってきました。先に集まる、やはりグループ力がありますインフィニティ。ここはまだゾロワーク1人、視界を取ってヤドランキャッチしていく。アマージョ、さあ捕まえることはできませんでした。ヤドランユナイトは使っていません。さあゾロワークが入って視界を取ってダメージを出していくが、しかしどうだ、逃げれるか。いや、ゾロワークが落とされた。ヤドランユナイトは使えていません。さあ守るような形でピカチュウのユナイトを使いますが、無理やりアマージョは落としましたが、ここはもうインフィニティのペースでしょう。ゾロワークがいませんから、ピカチュウの脱出ボタン。ただここはバシャーモで落として、いやー、グループ力が凄まじい。ユナイト技2つを残して、残してる、これはまずい。インフィニティユナイト技を全て残った状態で、これ貫通ありますよ、ユナイト上げないと。さあインフィニティユナイト全て残している。どうだ、ユナイト技残ってるぞ。ここラスト攻めますよインフィニティ。ユナイト技があります。いや1枚落とした。いや、ユナイト使わずに 1KO、 これ貫通あるぞ。さあ貫通ある。アマージョが狙っていくのは、まずはラプラスから、手前から手前から手前からダメージ取れと、黒いマナージで捕まってしまったラプラス。1枚ずつ1枚ずつ落とされてしまう。ここで絶対に守るというような意思を感じるが、守れなかったらまずい。アマージョのユナイトは透かして、そこにはヤドラのテレキニスで涙で持っていった。ただ本王のユナイトがあります。回収できるか、行くしかない。インフィニティ、ただ少しはリスクだ、かなりのリスクを背負っている。どうだ、これいけて回収できなかったらヤドランが育ちすぎて大変なことになっちまうぞ。ダッシュボタンからテレキネ掴んだ、うまい。レートビーム合わせて、ただここは逃げることに成功。さあインフィニティ、これは攻めることができませんでした。さあユナイト全て使った、今度は逆に、逆に人参か。いや、インフィニティこれで得点、いや接戦、2点差です。2点差。いやー、これレベルがすごいことになってしまった。ヤドラン、ピカチュウ13、ラプラスも13いけるでしょう。ゾロワークも13です。レベル差マウント作ることができました。ただ場所は14なので、いや、それでもレベル差、タンクのレベル差が違います。12レベル、ラプラス13レベル、レベル有利は人参です。エンゲージキャラはインフィニティいません。ここは人参集団戦勝ちたいですよね。さあゾロワークが1体の敵に対して入れるかどうか。ワンキャッチは2枚いる。ゾロワークとヤドランでのワンキャッチがあります。さあサイドから視界を取っていく。バシャーモは待っている。さあお互い分かんない。黒マナでワンキャッチされてしまってはいけません。黒マナワンキャッチを狙っている。逆にヤドランゾロワークでワンキャッチ狙ってる。さあどっちが、どっちが先手をつかむか。ゾロワークの位置はバレた。ゾロワークの位置に狙い撃ち。ゾロワークが狙っていくのは本王です。さあその間には2枚姿が見えているので、真ん中に当たりたいが視界がない。さあゾロワークを囲むような位置。おっと、ゾロワーク、おお、これはどうだ、囲まれてしまった。まずい。ゾロワーク絶対に落ちてはいけない。さあ黒い眼差し、接戦2点差が続きます。ゾロワーク、ああ、ここで落ちてしまった。後ろから狙いたかったが 2KO 獲得。さあこれはもう前に行くだけ。ただヤドランがバシャーモを狙っている。バシャーモを落とせばクローズ展開、いや取り切りはないという判断でしょうか。ああ、ここで本王のユナイトで復活してもうた。さあ人参ラプラスとピカチュウで取るしかない。いや、やれるのかインフィニティ。バシャーモのオーバーヒート構えてやるしかないか。クリニックラストヒット取っていったのはインテリオン、カビ選手、王者インフィニティ、オブヤハ、いやー、ピカチュウに5000のダメージ、5000とか見たことないですよ。王者インフィニティが決めきった。これは
夢の3連覇達成なるか。まだ40秒ある、40秒ありますが、インフィニティ3連覇達成なってしまうのか。30秒、人参はここから全て得点を入れ切っても足りないでしょうか。ダメ押しの12点からさらに19点拾ってジャンプ台飛んできますが、ピカチュウがいじめられている。バシャーモがやってきて全ての状態以上避けて、まだ避ける、まだ避ける、壁ドン食らってオーバーヒート。最後はゾロワークで回収はしますが得点にはつながりません。757対189、勝利していきましたのはインフィニティ。なんとオブヤー杯第15回16回17回3連覇、史上初3連覇チームが現れました。文句なし、最強チームです。人参としてもリスクを取るしかないですからね。5対5は勝てないですから。少人数戦を探した最後まで人参諦めなかった、その姿勢に拍手です。両チームにリスペクト、拍手を。